ます。で、お題目としては3つございます。まずですね、1月ですので、去年1年間を振り返っていると、いろいろお話を伺ってまいります。このしゃもじの方にはですね、今年チャレンジしたいことを書いて発表していただければなと思っております。難しいですね。確かに。意外とそうですよね。岩崎さん、はい。最後の追い上げが来ましたね。筆みたい。できるかな。頑張ります。それでは早速ご登場いただきましょう。皆さん拍手でお迎えください。改めまして海野ゆかり選手、平山千佳選手、守屋美穂選手です。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずは海野選手より順に一言皆様にご挨拶をお願いいたします。こんにちは、広島の海野ゆかりです。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて平山選手お願いいたします。はい、皆様こんにちは、香川県出身の平山千佳です。本日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後に守屋選手お願いいたします。はい、岡山出身の守屋美穂です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではですね、レディースオールスターに向けての意気込みをお伺いしていきたいと思うんですが、海野選手お願いします。個人的には育ててもらったボートレース宮島なので、その恩返しができたらと思いますし、いい大会になるようにみんなで頑張りたいと思います。最近の女子選手の頑張りがこうして新しい大会を作ってくださって、第1回大会が大成功に終わって、これが2回3回とずっと続くように、まず第1回大会のボートレース宮島で優勝を目指して、ファンの皆様の期待を胸にしっかり心を込めて走りたいと思います。たくさんの投票がみんなに集まって注目されるレースだと思うので、はい、投票に恥じない走りをしっかりしたいと思います。ありがとうございました。ぜひ投票してくださったファンの皆様のためにも最高のレースを見せていただければと期待しております。今年新たにチャレンジしたいことをそれぞれしゃもじ、この大きなしゃもじに書いていただきましたので、お一方ずつ発表していただきたいと思います。海野選手からお願いしたいと思います。チャレンジではないんですけど、今年も怪我なく1年を無事に過ごしたいと思います。はい、スポーツして肉体改造、それはどのようなことなんでしょうか。はい、そうですね、スポーツは、いろんなスポーツをしたいんですけれど、個人的には、テニス、サーフィン、ゴルフなんかをしたいなと思ってまして、それがこう肉体改造につながり、こうレースにつながるように、スポーツをして楽しみながら、それがレースに生きるように、1年頑張って肉体改造に励みたいと思います。守屋選手の今年新たにチャレンジしたいことは、はい、アクティブになることです。はい、はい、と言いますと、休みの日でも、外に出て子どもと一緒にたくさん遊びたいなと思います。お子さんと、遊ばれるのもなかなか体力がいることだと思いますが、レースの方につながりますか ね、はい、しっかり遊んでリフレッシュしてレースに臨みたいと思います。